お願いします。ますそれでは、えー、宇佐美選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。まあ、そうですね悔しいって一言だけです。はい。ありがとうございます。えー、実際に対戦を終えて、えー、安保選手の印象というのは戦う前のイメージと違うところありましたら教えてください。まあ、そうですねやってくることは分かってたんですけどまあ自分のそのなですかねもっとそこ体側 しとけばよかったなっていうそのなんですか、ね、悔いが残るような試合になってしまったのですすすごごいいい悔しいですありがとうございますえ今回、キックルールというルールでの戦いだったんですけれどもそこに関してはこうご自身でどういったこう気づきとか何か得たものとかえどういうのがよかったとかありましたら教えてください,いや、まあ、得たものとかは別にそんなになくて自分は MMF ファイターなんで、まあ、それでまあ相手の土俵でしっかりやるって別に僕も逃げも隠れもしなかったですし。 まあ、結局、自分の実力不足だっただけなんで、まあ、その結果がこうであったってだけでそうっす、ね、別になんか何かを言うとかないですね。特にはい